こんにちは、ももです。今日皆さんと学習したいのは国の名前と何人という言い方です。先日スペイン語の生徒さんと話をしていたらこの話題が出てきて、そういえばこういうテーマってない、一つに絞って勉強する機会ってないなと思ったので、早速ビデオにしたいと思いました。発音が日本語の発音と似ている国名もあれば、そうでないものもあります。今日はちょっとこれは違うなって思うものをピックして言っていきます。ナレーション形式でやりますので、聞き流しにもお使いください。早速始めましょう。ドイツ、アレマニア。ドイツ人、アレマン、アレマナ。アルゼンチン、アルゼンティナ。アルゼンチン人、アルゼンティノ、アルゼンティナ。ベルギー、ベルギカ。ベルギー人、ベルガ。カンボジア、カンボヤ。カンボジア人、カンボヤノ、カンボヤナ。中国、チナ。中国人、チノ、チナ。韓国、コレア。韓国人、コリアノ、コリアナ。キューバ、クバ。キューバ人、クバノ、クバナ。デンマーク、ディナマーカ。デンマーク人、ダネス、ダネサ。エジプト、エヒプト。エジプト人、エヒプシオ、エヒプシア。スペイン、エスパニャ。スペイン人、エスパニョル、エスパニョラ。アメリカ、エスタドスニドス。アメリカ人、エスタドニデンセ。ギリシャ、グレシア。ギリシャ人、グリエゴ、グリエガ。ホンジュラス、ホンドラス。ホンジュラス人、ホンドレニョ、ホンドレニャ。ハンガリー、ウンガリア。ハンガリー人、ウンガロ、ウンガラ。イギリス、イングラテラ。イギリス人、イングレス、イングレサ。日本、ジャポン。日本人、ジャポネス、ジャポネサ。モロッコ、マルエコス。モロッコ人、マロキ。メキシコ、メヒコ。メキシコ人、メヒカノ、メヒカナ。ナイジェリア、ニヘリア。ナイジェリア人、ニヘリアノ、ニヘリアナ。ニュージーランド、ヌエバセランダ。ニュージーランド人、ネオセランデス、ネオセランデサ。オランダ、パイセスバホス。オランダ人、オランデス、オランデサ。南アフリカ、スダフリカ。南アフリカ人、スダフリカノ、スダフリカナ。スウェーデン、スウェシア。スウェーデン人、スウェコ、スウェカ。スイス、スイサ。スイス人、スイソ、スイサ。タイ、タイランディア。タイ人、タイランデス、タイランデサ。トルコ、トルキア。トルコ人、トルコ、トルカ。ベトナム、ビエトナム。ベトナム人、ビエトナミタ。知っている国名もあれば、聞いたこともなかった国名もあったのではないでしょうか。実は、ほとんどの国に正式国名というのがあって、例えばメキシコは、Estados Unidos Mexicanos なんですが、日常会話ではメヒコと言われています。Estados Unidos っていうのは、州が集まったという意味で、エスタドが州という意味です。またアメリカはエスタドスウニドスデアメリカが正式国名です。こんな風にたまに書いたりもします。日常会話ではエスタドウニデンセの代わりにアメリカ人のことをアメリカのアメリカナとよく使います。でもアメリカだけ言うとアメリカ大陸全部入ってしまうので、そこは気をつけてください。そして次にイギリスなんですが、これ結構ややこしいんですけど、正式名称はレイノ・ウニドと言って、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドにこの4つで成り立っています。ですからイングラテラと言ってるのは厳密に言うとこの部分だけなんですね。イングラテラ、エスコシア、ガレス、エ・イルランダ・デル・ノルテ。聞いたことないのがパイセス・バホスだと思います。
以前からスペイン語ではオランダあるいはパイセスバホスを使われていましたが、2020年からオランダの政府が正式の国名としてパイセスバホスだけを使うようにと、宣伝していますと発表しています。そうなってくるとオランダ人って一体どうなるのかなって私もわからないんですけど、そこはどうなるかわかりません。またここでは紹介しなかったのですが、日本語とは、アクセントがまた違う国もあります。例えばカナダはカナダ、パナマはパナマ、パキスタンパキスタン、ペルーペルー、スーダンスーダンのようにアクセントが、一番最後になります。はい、ということで今日は国の名前と何人という表現を勉強しました。今回も見ていただきありがとうございます。また次回、次のビデオでお会いしましょう。 Nos vemos y hasta la próxima. Adiós、ね、いつもこうやって終わってるんだけど、なんか違うことした方がいいと思うんだよね。